日米大規模合同軍事演習キーンソード23が、開催14日に護衛艦いずもが、大海原に、登場存在感を示した。今回は、この護衛艦いず、物動きと役割を詳しく見ていきますね。気になるところは、F-35B 戦闘機の艦載情報でしょうが、その艦載情報も合わせて見ていきます。常時艦載ではないにしても、F-35B 戦闘機より、ドローンへと変化するのかも。今回で、16回目の開催を迎えた日米での合同軍事演習のキーンソード23は、主として、中国軍による台湾有事の発生に備え、いざという場合に、沖縄を中心とする日本の南西諸島をいかに防衛するのかを示すものとなっている。キーンソード23には、陸海空の各自衛隊から艦艇約20隻、航空機約250機、人員約2万6千名、アメリカ陸海空軍、及び海兵隊から艦艇約10隻、航空機約120機、人員約1万名が参加しており、実施される内容、地域も複数に及ぶ。さらに、日本とアメリカ以外にも、今回のキーンソード23には、カナダやオーストラリアやイギリス等の国々からも、一部の実動演習に参加が行われており、広く、アメリカの同盟国や友好国にも、門戸を開いたものとなっている。キーンソード23では、南西諸島の中でも、鹿児島県の徳之島や奄美大島、そして、沖縄県の数多くの離島を舞台に、実動訓練が予定されており、陸海空、及び、水陸両用の作戦の遂行を念頭に行われていることが伺える。そんな渦中のキーンソード23だが、11月14日には、自衛隊とアメリカ軍の、それぞれの司令官が、演習に参加している、海上自衛隊の護衛艦、いずもの艦上で記者会見を行い、今回の演習における意義を改めて発した。ここでは、日本の自衛隊側からは、迷彩服に身を包んだ山崎統合幕僚長、アメリカ側からは、オリーブドラブの戦闘服の在日アメリカ軍のラップ司令官が顔を合わせ、今回の演習の目的が、日米双方の部隊の連携強化にあることを打ち出した。山崎統合幕僚長は、今回のキーンソード23が、インド太平洋地域の安定と平和に必須のもので、日本の南西諸島で行われていることに大きな意義があると語り、それが中国からの軍事的な圧力を指していることを印象つけた。また、アメリアのラップ司令官は、日本の陸海空3自衛隊と、アメリカの陸海空軍、及び、海兵隊の持つ抑止力は、従来以上に、比重を高めていることを強調し、自由という同一の価値を共有する、国同士の連携の強化の必要性を訴えた。政治的には、タイの首都バンコクにおいて、11月17日に、日本の岸田総理大臣と、中国の習近平国家主席が、およそ3年ぶりとなる、対面形式での両国トップ会談が行われ、対話による日中関係の改善に向けた動きも並行して行われている。日本の岸田総理大臣は、この席上において、中国の習近平国家主席に対し、沖縄県の尖閣諸島の周辺海域に、中国海峡局の船舶が侵入を続けていることや、今年、中国が日本の排他的経済水域に弾道弾を着弾させたことに、懸念を表明した。また、岸田総理大臣は、合わせて、台湾海峡における平和と安定についても言及したが、中国の習近平国家主席は、自国は、他国の内政干渉はしないが、他国からの内政干渉も認めないと発言し、それに対する強硬姿勢は崩していない。今回の日中でのトップ会談は、両国の国交正常化から、ちょうど、
50年の節目を迎えたタイミングでもあり、交わされた言葉の上では真っ向から対立するような事態にはなってはいないが、中国の本質が変わっていないことは見て取れた。あくまで台湾は自国の一部であり、それが軍事的な方法で行われるか否かは置いておくとしても、中国としてはいずれ必ず統一を行うという方向を諦めておらず、図らずもその意図が言葉の端々に漏れてたように思える。政治的な対話の一環として、こうした日中首脳会談のような行事を執り行うことに大きな異論はないが、少なくとも自由と民主主義という日本が選択している価値観を共有できる対象国に中国は含まれないことは忘れてはならないだろう。習近平国家主席は今回の会談において、日本と中国とは共通の利益と協力を行う余地があるとも述べているが、要は日本が中国の交易で得られる経済的な利潤を考慮すれば、中国に対して強硬な態度に出られない限っているに等しい。アメリカを中心として日本もそこに名を連ねる、いわゆる西側諸国の価値観のみが常に正しいとは言い切れないにしても、中国や北朝鮮、そしてロシアといった今の時代に専制主義をとっている国家とは本質的に相容れないだろう。さて、こうした政治的な日本と中国との関係から金総度23へと話を戻せば、日本の自衛隊の山崎統合幕僚長とアメリカのラップ司令官が記者会見を行った護衛艦いずもは、今まさに航空母艦化改修の狭間にある。いずもは、いずも型ヘリコプター搭載型護衛艦の一番艦として2014年に就役した艦艇で、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.1 メートルの規模を誇る。この出雲の艦隊は2022年現在において海上自衛隊の艦艇の中では無論最大の大きさを誇り、2番艦の加賀とともに全通式の飛行甲板を備えた艦艇として建造され、海外ではもともと回転翼機を運用する航空母艦と見されてきた。出雲と加賀は今後は短距離離陸と垂直着陸が可能なロッキード・マーチン社の第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2の B 型を艦載機とする航空母艦化が行われる対象であり、複数回に分けた工事が行われている。ただし、出雲と加賀は予定されている航空母艦化改修が全て終了したとしても、艦内に収容可能な F-35 ライトニング2B 型の数は最大でも10機プラスアルファ程度と予想されており、本格的な意味での航空母艦とは言い難いだろう。満載排水量で優に4万トンを超過しているアメリカ海軍のアメリカ級強襲揚陸艦などは、同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合でも20機以上の数が可能と言われており、こちらは軽空母的な運用も視野に入れている。中国が今年2022年6月には3隻目の航空母艦福建を進水させ、これが初めてカタパルトの装備を起としていること、さらにその方式もアメリカしか実用化できていない電磁式カタパルトを想定していることは大きく報じられた。こうした福建のような中国の航空母艦に対して、海上自衛隊は出雲や加賀で正面から対抗しようとしているわけではなく、あくまで固定翼機の運用を戦後初めて行う実証艦艇だと考えるべきであろう。
これら出雲、片子栄冠の運用状況から、今後の後継艦が、実際に、航空母艦として、最初から、建造されるか否かが判断されると考えるべきであり、即時的に航空母艦化という言葉に反応して、その両費を語る時期とは思えない。あくまで、今の出雲、片子栄冠の航空母艦化とは、沖縄本島の飛行場が攻撃を受けて、使用が困難となった場合に備えて、緊急的に F-35 ライトニング2B 型をそうした南西諸島に、少数ながら送り込む余地を確保したと見るべきだ。世界中に軍事力を展開することを前提としているアメリカ軍や、太平洋の半分を自国の勢力下に収めようと、企図している中国軍とは異なり、日本が長距離遠征を行う大型の航空母艦が必要かと考えれば、その必然性は薄い。すでに、対艦巡航ミサイルの飛躍的な射程距離の延伸によって、大型の航空母艦という兵器の有用性は、アメリカ海軍ですら以前よりは低下してきていることは明らかで、日本が、その領域に踏み出すことは得策ではないだろう。そもそも、第二次世界大戦の終結以降、航空母艦同士が戦闘を行うような状況は正規しておらず、当時の旧ソ連以上に経済力を獲得した中国軍のみが、アメリカ海軍への対抗策として強化を進めている程度と言えよう。